日本鹿児島県鹿児島市桜島聖堂町。桜島聖堂町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島郷聖堂村。鹿児島郡西桜島村大技、聖堂。鹿児島郡桜島町大技聖堂。郵便番号は 891-1414. 人口は166人。世帯数は105世帯。桜島の北部に所在しており、 市内を金床河、西本川、青堂川が北流している。町域の東方に桜島松浦町、西方に桜島富士野町、北方には鹿児島湾が接している。海岸沿いを鹿児島県道26号桜島港黒上線が通っている。主に雲州みかんなどの栽培を中心とした果樹生産地域である。北だけ斜面を流れる。 金床川流域には建設省によって砂防ダムが建設されている。聖堂という地名は室町時代より見え大隅国向島のうちであった。永京11年の島津時給袖商番の寄進場に向島西堂の村として聖堂という地名が見える。天文6年には島津勝久が本田忠親に向島地童を任じた際にサイターなどを当てがった。 江戸時代には、大隅国大隅郡桜島里のうちであり、村高は、天保郷町では41国余り、群村高辻町では41国余り、三州五地西洋蘭では72国余り、急行急漁取調べ町では80国余りであった。聖堂村には、薩摩藩の聖堂所が設置された。聖堂と富士野では、スイカが、 桜島大根の前作として栽培されていた。漢文8年には、林村の富士の村との境界紛争が発生し、聖堂村が主張した境界線に変更となった。1887年4月2日には、鹿児島県下文軍の県により、大隅軍が南北に分割され、聖堂村は北大隅軍の所属となった。1889年4月1日に、 町村制が施行されたのに伴い、桜島の西部にあたる赤水村、横山村、小池村、赤尾原村、竹村、藤野村、聖堂村、松浦村、二股村、白浜村の区域より、北大隅郡西桜島村が成立した。それまでの聖堂村は、西桜島村の大技、聖堂となった。1897年4月1日には、 鹿児島県下国海並軍海変更及び群、廃置法律によって、北大隅軍が鹿児島軍に統合され、西桜島村は鹿児島軍のうちとなった。1914年1月12日には、桜島の大正大噴火が発生した。青銅の住民は通船などによって、対岸の薩摩半島や重富、加ジ木、福山方面に避難した。西道では、 噴石や火砕流によって発生した火災により多くの家屋が消失した。噴火が収束した後西桜島村役場が置かれていた大技横山が埋没したことから仮の村役場が聖堂に置かれたが、1916年には大技富士野に村役場が設置された。昭和10年代後半には聖堂に西桜島村森林組合が設立された。 第二次世界大戦中には、アメリカ軍の空襲が行われ住居が消失した。1973年5月1日に、西桜島村が解消及び調整施行し、桜島町となり、桜島町の大技となった。2004年11月1日に、桜島町が、日置郡松本町、郡山町、鹿児島郡吉田町、イブスキ郡木入れ町と共に、 鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって桜島町の区域の大技については字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により新たに町の区域を設定し、その名称については表示案に基づき各町の意向を尊重し、 合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技制道は廃止され、大技制道の全域をもって新たに、鹿児島市の町、桜島制道町が設置された。 以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。